の男子プロテニス選手1984年の全豪オープンと1985年のウィンブルドンで4大大会男子シングルスに2度の準優勝がある。ダブルスでは1982年の全米オープン男子ダブルスでスティーブ・デントンと組んで優勝し、混合ダブルスではアンス・スミスとのペアで3勝を獲得した。自己最高ランキングはシングルス5位、ダブルス3位。 ATP ツアーでシングルス5勝、ダブルス26勝を挙げた。身長185センチメートル、体重77キログラム、右利き。1979年にプロ入り。1981年に地元南アフリカヨハネスブルグの大会でツアー初優勝を果たす。1984年の全豪オープンでカレンは、 マッツ・ビランデルとの決勝戦まで勝ち上がった。当時の前後オープンは年末の12月に開催されていた。同大会では1981年と1982年に南アフリカ出身のテニス選手としてヨハン・クリークが大会に連覇を果たしていた。カレンはクリークに続く快挙を狙ったが、ビランデルに7から6、4から6、6から7、2から6で敗れ、 このスウェーデン人選手の大会に連覇を阻止できなかった。カレンの名前が最も記憶されている場面は、何と言っても1985年のウィンブルドン男子シ,シングルス決勝戦である。大会第8シードだったカレンは、上位シード選手を立て続けに破って勝ち進み、まず4回戦で、ステファン・エドベリ、準々決勝では、第1シードのジョン・マッケンロー、そして準決勝では、 ベテランのジミー・コナーズを破って自身2度目の4大大会決勝進出を果たした。その決勝戦では世界ランキング38位のノーシードから勝ち上がった西ドイツのボーリズ・ベッカーと対戦することになった。ところが、カレンはこの試合でベッカーの勢いに飲み込まれてしまい、3から6、7から6、6から7、4から6のスコアで敗れてしまった。勝者となったベッカーは、 17歳7ヶ月の大会、最連勝優勝記録を受立し、それを契機に西ドイツのスーパースターとなる。カレンは、ベッカーの出発点を見守る役に回ってしまい、とうとう四大大会の男子シングルスで優勝できずに終わった。カレンの最後の四大大会出場は1992年、全米オープンで7年前に苦敗をなめたベッカーに1回戦で敗退している。 1993年3月に出身地の南アフリカダーバンの大会での初戦敗退を最後にカレンは35歳で現役を退いた。引退後のカレンは同じ年のライバルであったヨハン・クリークとダブルスでペアを組み、ウィンブルドンの45歳以上の選手による男子ダブルス部門で3連覇を果たしている。ありがとうございます。